ルネッサンスリゾート沖縄は、沖縄県国頭郡女村にある、高級リゾートホテル。沖縄本島北部の女村の東、シナ海に面しており、マリオットインターナショナル系列のリゾートホテルである。ドルフィンラグーンなどを設けたり、ホテルの建物内部を吹き抜け構造にするなど、オープンウェアスタイルの建物構造をとっており、大半の部屋は、オーシャンビュー。一年中快適に過ごすことができる。 部屋数は392。和室や子供向けの部屋を備えており、ファミリー向けともなっている。このホテルの特徴的なのは、山田温泉という沖縄県内では、数少ない温泉を併設していることが挙げられる。ホテル開業前の1916年に、海中から自然輸出しているのが発見されて以降、地元民に利用されていた一所ある温泉であった。また、 山田温泉という名の旅館が同地に存在していた。沖縄における外資系リゾートホテルの先駆けとして1988年7月に開業。開業時はラマダルネッサンスホテルズ系列であったため、ラマダルネッサンスリゾート沖縄の名称であったが、ラマダルネッサンスホテルズの度重なる売却、買収により、現在はマリオットインターナショナルグループに属する。 ありがとうございます。